いつもご視聴ありがとうございます。本日は日産 V35 スカイラインの5つの魅力について語っていきます。当チャンネルではこういった車関連の動画を日々配信しておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは本日の内容に入っていきましょう。V35 スカイラインは初代 V 型スカイラインとして2001年に登場いたしました。 R34 スカイラインまでのスポーツ路線から V35 スカイラインになり、プレミアム路線に変更しました。日産の思い切った路線変更が裏目に出てしまい、多くのスカイラインファンに叩かれ、 V35 スカイラインは日本国内では不人気となってしまいました。簡単に V35 スカイラインの歴史を振り返ると、 V35 スカイラインは2001年6月に登場し、2006年10月まで販売していました。エンジンも日産の名機直列6気筒の RB エンジンから V 型6気筒エンジンの VQ エンジンへと変更になりました。 V35 スカイラインの初期型の VQ エンジンは 2500cc と 3000cc の直噴エンジンの VQDD エンジンでした。2004年11月のビッグマイナーチェンジで 3000cc が廃止となり、 3500cc に排気量がアップしました。 2500cc と 3500cc の V 型6気筒エンジンは VQDE 型エンジンとなりました。外観もスカイライン伝統のリアの4灯丸めテールランプが復活しました。V35 スカイラインのスペックを見ていきましょう。当時叩かれまくった V35 スカイラインですが、今となっては実は大きな魅力が隠された名車となってきました。それでは V35 スカイラインの魅力について5点ほどお話ししたいと思います。 V35 スカイラインの魅力、1つ目がセダンに MT の設定があったことです。V35 スカイラインには 3500cc のセダンのみ6速 MT を搭載したグレードがありました。磁気型である V36 スカイラインや現行型である V37 スカイラインは全てが AT 車となっています。大排気量エンジンを MT で操作できるセダンは V 型スカイラインセダンではこの V35 スカイラインだけになります。3500cc の大排気量エンジンを MT で操れるっていいですよね。スカイラインクーペには CPV35 と CKV36 ともに6速 MT の設定があります。 V35 スカイラインの魅力、2つ目が VQ エンジンを搭載していることです。V35 スカイラインに搭載されているエンジンは全てが V 型6気筒の VQ エンジンです。前期型の 2500cc と 3000cc は VQDD エンジンで、後期型の 2500cc と 3500cc は VQDE エンジンになります。後期型の 3500cc はスカイラインクーペやフェアレディ Z と同じエンジンです。2500cc クラスのエンジンは現在ダウンサイジング化が進んでおり、直列4気筒のターボエンジンが主流の時代になってきました。
V37 スカイラインも2019年に廃止となりましたが、ダイムラー製の2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載していました。V35 スカイラインは 2500cc クラスでも V 型6気筒エンジンで馬力もトルクも十分にあります。 V9 エンジンは世界の10ベストエンジンで14年連続で受賞した名エンジンです。高回転型エンジンで回せば回すほどパンチの効いた加速と心地よいエンジンサウンドが響きます。V9 エンジンの歴史や詳しい解説は過去に動画を作成しているので概要欄にリンクを貼っておきます。よければご視聴よろしくお願いいたします。 V35 スカイラインの魅力3つ目が最上級グレードの GT8 の存在です。 V35 スカイラインには大排気量の 3500cc の CVT 車である GT8 というグレードが存在していました。 3500cc には5速 AT と6速 MT、そして CVT と3種類のミッションが選べました。 V35 スカイライン GT8 の CVT ではトロイダル CVT といってギアが8速ある CVT であり、パドルシフトが装備されていました。車両価格も410万円から420万円ぐらいしたので V35 スカイラインの最上級モデルでした。ゆったり高級車的な走りをしたいときは CVT 車なのでゆったりと走行し、スポーツ走行がしたいときはパドルシフトや MT モードを使用して走れます。 V35 スカイラインのGT8 は状況に合わせた運転ができる車であり、素晴らしい車でした。 V35 スカイラインの魅力4つ目が中古価格が安いことです。 V35 スカイラインは不人気であったため現在中古価格がかなり安くなっています。中古車のほとんどが 250GT ですが、約30万円から50万円ぐらいあれば乗り出しが可能です。 300GT や 350GT は流通台数が減ってきており、低走行の状態の良い車体を探すのが難しくなっています。 350GT の6速 MT 車はV 型スカイラインセダン唯一の MT 車のため中古価格が高くなっています。中古車としては 250GT が一番状態の良い車体を選びやすくなっており、 300GT や 350GT の AT 車も流通台数は減少傾向ですが、中古価格は割安感があります。350GT の6速 MT 車は中古価格が高くお買い得感がないように見えますが、これからも中古価格が上昇していく可能性があるので数年後の下取りも期待できます。 V 型スカイラインの中古価格についても過去に動画を作成していますので概要欄にリンクを貼っておきます。V35 スカイラインの魅力5つ目が海外で大人気だったことです。日本では R 型スカイラインから V 型スカイラインに変わり不人気でしたが、海外では歴史的大ヒット車となりました。海外ではインフィニティ G35 として販売され、 BMW の3シリーズの対抗馬として注目されていたそうです。V35 スカイラインは R34 型スカイラインから方向性が変わっただけで、車としてのトータル的な内容はかなり良いものでした。スカイラインという名前を使わずにインフィニティ G35 として日本で販売していればもっと売れていたと思います。以上が V35 スカイラインの5つの魅力についてでした。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。
当チャンネルでは今回のような車関連の動画を日々配信しておりますので、まだチャンネル登録していない人はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして当チャンネルではブログも開設しています。気になる人は動画の概要欄にリンクを貼っていますので見てみてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。